山の背比べ。日本の昔話。ずっと昔のこと。日本中の高い山がいつも誰が一番高いかで言い争いをしていました。僕が一番高いさ。だって君の頭のてっぺんにある雲が下に見えるもの。そんなことはない。俺はお前の頭のずっと先にある山まで見渡せるぜ。こんな調子で俺が一番だ、いや私だと、とにかくうるさいこと。口で言ってもしょうがない。本当は誰が一番か背比べをしようじゃないか。誰かが言い出すとみんなが賛成しました。でもどのようにすればいいのでしょう。大きくて高い山を全部並べる場所なんてありません。すると人間が言いました。長い長い杭を作って背比べをする山のてっぺんに乗せるんです。それから雨が降るのを待ちなさい。水は高い方から低い方へ流れますから、水が流れた方の山が低いとわかるのです。杭というのは屋根に降った雨を集めて地面に流す仕掛けです。それはいい、それはいい。山たちは賛成して長い長い杭が作られました。雨が降り始め水が流れ出すと、ほら俺の方が高いじゃないか。万歳、水はみんな俺から流れていくぞ。俺が一番だ。その山が叫び、一番高いと決まった時です。ズン、お腹に響くものすごく大きな音と一緒に遠いからひときわ大きい山が飛んできました。僕は富士山だ。山の背比べをしてるというんでやってきたんだ。僕より高い山は誰かな。どの山も何も言うことができませんでした。ところで富士山がどこから飛んできたかというと、日本一大きな湖、琵琶湖は富士山がジャンプした時の足跡なんだそうです。